Don't miss it! はるか、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は一人なんですけど、タイトルとサムネ通り今日は二人に抜き打ちファッションチェックをしたいと思います。イエーイ。はい、ということでね、今二人は遅延でちょっと遅れるっていう連絡があったので、私がファッションチェックをしたいと思います。それではことねとまほが来るまでに待ちたいと思いますが、予想したいと思います。ことねは黒のモコモコのバキ派と灰色のニット、なんかこういうニットのやつとガウチョな感じで来そうですね。まほは多分冬編なので、黒のファーのジャンバーにでもスカートみたいな感じで来そうな気がします。それでは来るまで待ちたいと思います。レッツチェゴー。おはようございます。おはようございます。怖いよ、来たよ。何、曲が流れるんですか。いや違います、今日は抜き打ちファッションチェックです。出ましたね。アメリカの坊やことね、今日のファッションのポイントを教えてください。回りながら、よし、警戒ポイ。はい、今日のことねのスタイラーですね、こちらとなっております。はい、この上の洋服は実はついこの間、はい、まほちゃんにもらいました。おー、ありがとうございます。めっちゃ可愛くない？可愛い。もったいないよね、冬編なの今日は。あ、そうなの、冬っぽい。あ、確かに、あ、確かに、あ、いいじゃん。靴もね、あ、靴は可愛い。これ、ね、厚底のヒールですね、はい、これは韓国で買ったジーパンです。うん、これはウィボさんです、はい、この下のズボンは夏でも履けそうな。あ、確かに夏履いてたわ、うち韓国行った時。可愛い。韓国で買って即履いた。ということでありがとうございました。お報告、はい、お、裂けた耳開けました。また開け直しました。本当だ。え、でもちょっと痛そう。痛そう。でも痛くないもんね。もう大丈夫、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おはよう、おはようございます。この笑顔120円。おはようございます。何ということで、あ、分かった分かった。何、当てて当てて当てる当てる。何、カバンの中身チェック。違います。続いてはチョコボールじゃないよ、魔法。はい、ということで、はい、一周回りながら今日のポイントを言ってください。はい、今日のポイントはですね、新しく買った、はい、このM1 と、かわいい、かわいいよね、これ、うん、これと、あとのスヌーピーの帽子です。おお、冬なんで、スヌーピーになるんですよ。いきますね、はい、あ、かわいい。そう、これスヌーピーになるんです。かわいいよね、すごい、かわいい、超かわいくて。これはどこで買ったんですか。これは千葉のアウトレットでどっちも買いました、はい、これもこれも。このこのブーツ、レザーのブーツもかわいい。やばくない、かわいいよね、超好きです。新しく買いました。ちょっとストリート系ですね今日は。はい、ちょっと違う系にしてみました。はい、ということでお姉さん系とストリート系のお姉さんでした。以上、チェゴでした。いや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 、何言ってるんですか。あなたもファッションチェックやるんですよ。絶対来ると思った、カツラがあんまりフィットしてない、はるか。一周してください。はい、早い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 、ゆっくり。はい、 OK です。いいねいいね。じゃあ今日のポイントは、はい、今日のポイントはやっぱこのズボンですね。うん、うん、かわいい。形がめっちゃかわいい。ちょっとでかいんですよ、うん、だからちょっとなんか拳、拳入る、拳入りますちょっとなんか見栄えによっては太って見えてしまうと思うんですけど、うん、私はこのズボンは可愛いと思うので、うん、この生地とか、うん、太すぎない感じ、わかる、うん、わかるわかる。そう、かわいいよ。かわいい、いいですね。いつもはこういう感じ、うん、ちょっとしないんですけど。大人っぽいね。ピアスは、あ、ピアスはもうしてません。今日ピアスはしてないの。はい、珍しい。はい、ということで抜き打ちファッションチェック終わりました。イエーイ。はい、突然やられるの何回目。本当だよ、マホはもういっぱいやられてる。マホいっぱいやられてる。もうだいぶ慣れてきました、うん、はい、これが YouTuber ですねこの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。
そしてツイッターとインスタのフォローもお願いします。お願いします。あ、ね、これ見て、バンガラも、あ、本当だ、かわいい、似合ってる。怖くない？怖くない？どこに入れてんのって。どこに入れてんの。あ、実はここも、これも、そう、マホから大量にね、お酒をもらったんで。そう、かわいいよね。今度何かおごります。お願いします。ということで、はい、以上、チェゴでした。バイバーイ。はい、3月29日日曜日、チョコリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲初披露します。その他にもカバーダンスなど盛りだくさんです。はい、チケットの購入は概要欄からできます。はい、そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバーイ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。久しぶりの抜き打ちファッションチェックはどうだったでしょうか。そして明日の動画はなんとダンスカバーのソロです。ソロ3日間連続で上がるので楽しみに待っててください。それではまた明日、バイバーイ。